ラギア、アストライア、道を切り開きます。一掃して差し上げますわ。この宇宙は私が守るんだから。相手をしてやろう。マスター、お気をつけください。陶器の分析では超重力推進装置の生み出す機動性に加え、熟練された操縦技能を持つパイロットのようです。それなら私も感じています。ミンタカさんとは違った熟練された操縦技能と訓練された組織的な動き、これはそう、サンさんの動きに似ています。正直に申し上げますと、マスターがそこまで分析できていたことに驚きを隠せません。そしてマスターの分析が正しければ、相手は正規の軍人ということになりますね。作戦行動に入るわ。不愛想じゃないんだからさっさと片付けるわよ。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。このまま突き進みます。強くなれた気がします。ではエレガントに。物資を発見しましたわ。この宇宙は私が守るんだから。相手をしてやろう。行動を開始する。作戦行動に入るわ。回復するわ。めんどくそう。あれがスターチャイルド。爪が甘い。私たちの旅は誰にも邪魔させません。修理します。私の出番ですわね。Thank you.
式か。行くよ。相手をしてやろう。この距離なら外さん。残念。まるで太陽の輝きが増したようだ。この動き間違いない。相手は軍か。だがどこの部隊だ。それに軍が超重力技術を実用化できたなんて話、噂でも聞いたことがないぞ。くそ、スターチャイルドを甘く見たか。行動を開始する。眩しいね、本物の星の輝き。完璧な仕事をしてあげる。超重力推進装置搭載機。でもアズール行きます。お仕事お仕事った。世話が焼けるんだから。ステラギア、アストライア、道を切り開きます。この名に恥じない戦いをするさ。ファーストスタートして。当てる。当てられた。私に続け。少し黙ってもらう。撤退する。行動を開始する。迂闊。か
完璧な仕事をしてあげる。回復するわ。行動開始。お仕事お仕事った。とどめ。面倒な展開ね。まったく、人間相手の戦闘なんて契約に入ってないんだけど。ちゃんと報酬は出るんでしょうね。戦闘の継続は不可能。行きますよ、ユダカ。私たちの道を切り開きます。修理します。私の出番ですわね。行くよ。太陽の鏡、成長できた気がするわ。レベルアップ。あれ、もしかしてあの機体の動きって。何、知り合い。昔の先輩かも。ちょっと確認してみる。待って、確認って。もしもし、もしかして先輩ですか。ヘイト、まさかお前なのか。やだな先輩、少し会わない間に私のこと忘れちゃったんですか。あのパイロット、サンちゃんの知り合いなの。ああ、軍時代の私の後輩だ。てか先輩って政府軍時代はアサルト乗りでしたよね。なんでタンクなんかに乗ってるんですか。おまけにいつの間にか軍を辞めてるし。わかった、もしかして私を死なせちゃったことを気にしてます。やっぱり。でも気にしないでください先輩。確かに作戦では先輩のちょっとつ猛進に付き合わされてあんなことになっちゃいましたけど、おかげで軍の特務部隊に抜擢してもらえたんですから。あれ先輩、動きが止まった。いけませんマスター、三小隊長の機体の動きが止まっています。至急援護に。分かっています、間に合って。のナイル、大丈夫？うん、平気。直撃は外してくれた。でもあのパイロット生意気。彼女たちの時間を考えるとこの辺りは潮時か。スターチャイルドを落とさなかったら十分に彼女たちの価値は示せたはずだ。星の勝利、向こうの艦長と話がしたい。通信をつないでくれ。はっ。こちらは地球連合政府軍星の王子少尉だ。そちらの指揮官と話がしたい。
GT ラボ所属超重力航行試験艦アステリズム艦長のベルニクス・ G ・ギリアンだ。星野少尉と言ったが、これは一体どういうつもりだ。何、軽い挨拶のようなものだ。だがおかげで君たちの力量を知ることができた。どういう意味だ。それについてはうちの長官から話をさせてもらう。なんだあれは。あんな巨大なステルス機、いやステルス機型のステルス性能を持った母艦なんてデータベースにないぞ。ステルス航行母艦エバレット・ヘイル。噂には聞いていたが完成していたのか。なら奴の言う長官とは。お前がその艦の艦長か。まずは部下の非礼を詫びるのが先ではないのか。君たちが当たっているオリジナル1奪還の任務は我々軍が引き継ぐことになった。すでに議会で可決された決定事項だ。機関に拒否権はない。すでに軍が動いていたか。我々 GT ラボが地球連合政府傘下の組織である以上、議会の決定であるならそれに従わざるを得ない。だがリレイヤーとの戦闘において超重力推進装置はおろか、スターチャイルドのいない軍がダークギアと渡り合えるとは到底思えんな。可能だ。そのためのパフォーマンスはすでに見せたつもりだが、先ほどまでお前たちが交戦していた機体には我々軍が開発した超重力推進装置が搭載されている。少なくとも機動性でダークギアに遅れを取ることはない。軍が超重力推進装置を実用化した。だとしたらどんな手品を使っている。いや問題はそこじゃない。軍が超重力推進装置を実用化しオリジナル1を手に入れてみろ。 GT ラボの存在意義が消滅するぞ。どうやら君たちではここまでが限界だ。あとは私に任せてもらおう。オブザーバー？久しいな、ギレソン。なぜ貴様がその間にいる。忘れてもらっては困るな。私は地球連合政府からこの間に派遣された監査官だ。この間にいて当然の存在だよ。グレソン長官、君は一つ嘘をついているね。オリジナル1奪還の任の軍への異常だが、議会はまだ決定を下していない。嘘は良くないな。賛成票はすでに機関の議員たちで押さえている。それを覆すことができるとすれば貴様の差し金か。さあ何のことかな。私はこの名の通りただの傍観者に過ぎない。大方アイザックあたりが頑張っているのだろう。連合政府の立役者のザレもどうと。愛する星の子たちのために表舞台に立ったはいいが、どうやらいらぬ世話だったようだ。彼女の到着だ。何を言ってる。重力反応と多数の赤力反応を観測。まっすぐにこちらに向かってきます。オリジナル1と、ダークギア。重力反応が多いと思ったらこういうことだったのね。クソジジイがまたくだらないもの作って。ルナ注意さんま、隙を見せたね。もらった。しまった。ルナが助けてくれた。気に入らないわね。意味語のくせに私の獲物を横取りしようなんて。やめ。死んどきなさい。
うございます、ルナ。まさかあなたが助けてくれるなんて。勘違いしないでくれる？あんたは私がこの手で殺さなきゃ意味がないの。別に生きていてほしいわけじゃないわ。と、今回は招待状を私に来たんだった。はい、これ。これは、暗号化されたファイル？オリジナル1を返してほしければ、このファイルの示す座標に来なさい。もしたどり着けたら、先着1名様に、この機体を譲ってあげるわ。ただし、私を倒せたらの話だけどね。さてと、そろそろあいつらが追いつく頃だし、そろそろ帰らせてもらうわ。待ってください、ルナ。私と話をしてください。相変わらずしつこいわね。その座標に来れば相手してあげるって言ってるじゃない。てかあんた、なんで今さらそんなのつけてるのよ。新手の嫌がらせ？違います。これはあなたが私の誕生日にくれたプレゼントで、私に残されたたった一つの大切な私物だから。ねえお姉ちゃん、その年の私の誕生日に何をくれたか覚えてる？そのネックレスのお礼に一生忘れられない素敵なプレゼントをくれたよね。ごめんなさい、覚えていません。そうよね、あんたには些細なことすぎて覚えてないわよね。なら教えてあげるわ。忘れもしない、2年前の12月20日、雪の降った私の誕生日。あんたはそのネックレスのお礼にプレゼントをくれるって、私を星の家の外に呼び出した。誕生日プレゼントに胸を躍らせる私に、あんたは誕生日プレゼントだって言って、バケツにたんまり溜まった冷水を頭からぶちまけたのよ。そしてあんたは凍える私から上着を剥ぎ取って半裸にすると、一人だけ家に入って鍵を閉めて私を締め出した。真冬の星も見えない大雪が降り積もる真夜中に。そんな、私はそんなひどいことなんて。実の妹だろうがそれを平然としてやるのがあんたっていう女でしょうが。違う、私は違わない。あんたは正真正銘、血も心もあのクソジジイの遺伝子を受け継いだ女よ。あえて今はとどめを刺さないであげるわ。その代わり、この機体が欲しければ必ずその座標に来なさい。そこで全てを清算する。オリジナル1離脱、現状じゃ追いつけません。マスター大丈夫ですか？マスター、次は何ですの？接近中の赤力反応を観測、リレイヤーのダークギアです。こんな時に。前期早急に帰還だ。アステリズムはこの宙域から離脱する。リレイヤーはどうするの？軍に任せる。確か404特務部隊と言ったか。リレイヤーとの実戦はこれが初陣のはずだ。なら存分に実戦経験を積んでもらう。要は押し付けるってわけね。分かったわ。お礼って言ってたし、きっと私の思いが届いたんだよね。また前みたいに仲良くできるかな。ハッピーバースデー、ルナ。あんたへの誕生日プレゼント気に入ってくれた？
お願い、お姉ちゃん、開けて、中に入れて。ごめんなさい、悪いことしたなら謝るから。ね、お願い、入れて。寒いの、入れてください。寒い、死ぬのかな。誕生日なのに。おい、誰か埋まっているぞ。なんでこんな格好で。これは妹の方か。まだ生きてるぞ、掘り起こせ。これでも貴重な被験体だ、死なせるな。あら、してもう辛いの、やだ。まるで世界中の不幸を全て背負ったような、かわいそうな泣き虫の少女。私に差し出せる手があれば、涙を拭う指があれば。そうだ、私はあの子を笑顔にしたくて。脳震盪みたいだし、しばらく安静にしてれば問題ないわ。テラ、大丈夫？そのルナちゃんとの通信で、あの。心配ありがとうございます。でも私は大丈夫です。夢の中で私のルーツを思い出したんです。テラのルーツ。ルナの言っていたことは全て真実です。それは私の思い出した記憶にもありました。あの日の夜、悲惨な光景を見て私は思ったんです。あの子を笑顔にしてあげたいって。それが私のルナへの思いのルーツ。ちょっと待って、あんたの話全て真に受けるわけじゃないけど、あの子が話した出来事の一部始終を見ていたのよね。はい。じゃあ、あんたは誰なの？わかりません。ですが今の私が私であるルーツは、あの時のルナを笑顔にしたいという思い。その思いがあるから、私は私として歩き続けることができるんです。なんだ、心配してたけどメンタルケアはいらないみたいね。腑に落ちないわね。当事者として起こした出来事を実際は傍観者として見ていた。そんなことあり得るの？しかし、軍が超重力推進装置を実用化していたとは。オブザーバー、地球連合政府の人間である君は知っていたのか。